はい、どうもこんにちは、ラックです。音切り草実況プレイ始めていきたいと思います。はい、館の過去、違うな、ナミの過去が分かりましたね。ここに住んでいたという、この館に住んでいたということが分かりましたけど、でもお母さんは、そう、お母さんがどうなったのか、その続きをやっていきたいと思います。はい、ナミは叫んだ。お母さんはなぜいないの？日記はどうして6年前で終わってるの？ナミのシャドウはお母さんにまで何かしたの？ナミの声に答えるように足気が揺れた。なんだか返事したみたいだな。まさか今のとこもう一度言ってみよう。見ろよ、今のこともう一度言ってみろよ。ナミは呼吸を整えた。シャドウはお母さんにまで何かしたの？ルルルルルル。ほら、誰が返事してるの？屋敷は沈黙した。お母さんのこと言ってみろ。お母さん。また揺れた。お母さん？また揺れた。ねえ、どういうこと？僕は言った。気をつけろ、屋敷にシャドウが乗り移ってるんだ。僕は叫んだ。分かったぞ。お母さんは家にされたんだ。お母さんは家にされたんだ。屋敷にシャドウが乗り移ってる。どっちだ？家にされたんだ。家にされた。でもお母さんどこ行ったんだろうね。本当にね。お母さんで返事してる。もうこれしかない。俺は B だと思うけど、でも家にされた。まあ行ってみよう。わかったぞ。お母さんは家にされたんだ。屋敷が揺れた。今までにない大きな揺れだった。イエス。屋敷がイエスだと言ってる。なわけねえよ。僕らは声もなくその屋敷の揺れを見つめた。お母さん、今ラックが言ったことは本当なの？お母さんは家にされてしまったの？イエスだ、やっぱりそうなんだ。お母さんはお姉さんのシャドウにされてしまったの？あれ？お母さんはお姉さんのシャドウにされてしまったの？あれ？どうしたんだろう。今までと違う揺れね。揺れ方ね。それに一遍黙ったよな。しばらく黙って、それからガタガタ。どういうこと？お母さんが屋敷にされたことは間違いない。その他に何かある。俺たちがまだ気づいてない何かを教えようとしてるんだよ。イエスだよ、そうだって言ってるわ。ナミが改まって聞き直した。お母さんは屋敷にされたのよね。イエスの揺れ方だった。どんな揺れ方だよ、カタカタカタって。でもナミのシャドウにではないの？ナミのシャドウにではないの？屋敷が答えようとした時、おっと、日記が火を吹いて燃え上がった。キャー、お、消すんだ。僕とナミはあたりのもので火を叩き消そうとしたが、日記はあっという間に灰になってしまった。誰かが返事の邪魔をした。もう一遍聞くわ。お母さん返事をしてくれるわよね？言えば言えなかった。お母さん、私に返事してくれるわよね？屋敷はそれきり沈黙した。まるでシャドウが怖くて黙り込んだみたい。僕らは思わずとっとなった。出ましょう。ナミが言った。その方がいい。僕らは廊下へと出た。おい、いきなり剣が僕を襲った。この剣かっこいいですね。西洋の剣みたいな。そんなことはいい。うわっ、鎧だった。逃げろナミ。だが鎧のターゲットは完全に僕に絞られていた。鎧は僕を殺す気だ。やっぱりなんかおかしいよね。彼女で切っ先を交わしてはいるが、丸腰の僕には叶う術がない。叶う？問う？わかんないな俺この感じ。そこでナミ、今だ。僕はナミの手を取って階段へと走った。クソ、僕は剣を持つ鎧の右腕にがっしりついた。これ死ぬな。よし、タイミングを見て。ナミ今だ、ナミ今だ。僕はナミの手を取って階段へと走った。ラック、ナミ手を離すな。何、怪魚来やがった。とうとう怪魚来やがった。魚が来やがった。出し抜けに
怪魚が現れた。キャーン、くそ、怖がるナナミ、こいつもナオミのシャドウに操られているだけだ。僕は頭から怪魚に突っ込んだ。ベタッとした感触に抑え込まれた。ロック、僕の体は跳ね飛ばされた。それっきり意識を失ってしまった。何、バッドエンドとかじゃないよねこれ。ぼんやりと僕は意識を取り戻した。動こうとしたが、なぜか身動きができない。ここは食堂だ。僕の体はテーブルの上に縛り付けられている。怪魚と鎧が動き回っている。気持ち悪い。ぐじゃペタガショペタガショペタ。やがて線香の匂いがした。僕の枕元に音切りそうな束が飾られていた。ここで僕は殺されるらしい。うわ、鎧が覗いた。無造作に剣が振り上げられた。人の命ってこんなに飽きないものかと思うほどに何気ない、諸作わかんない。あの剣が振り下ろされたら僕の一生は終わる。その時、ガタガタガタ、大きく屋敷が揺れた。立っていられないほどの激しい揺れだ。揺れはますます激しく、鎧と怪魚は立ち往生している。立ち往生で、そうか、僕は分かった。これは母だ。ナオミの母が僕を助けようとしてくれているんだ。壁が火を吹いた。床がカーテンが発火して燃え始めた。とうとうシャドウが動き出したんだ。母である屋敷の動きを封じようとしている。屋敷はうめくように沈黙した。すると燃え上がっていた壁や床やカーテンの火も消えた。鎧と怪魚がまた動き出す。儀式の続きが始まりました。いよいよナオミのミラの登場だ。車椅子はすぐ近くで止まった。縛られた体をやっと動かして伺うと、ナオミのミラはじっと僕を見ている。鎧が剣を振り上げた。同時に車椅子が体当たりした。あっ、鎧はバラバラに散らばり、僕を縛っていたロープを切れ、僕は嫌というほど床へ叩きつけられた。逃げて。ナオミのミラがそう言ったように感じた。なぜ、僕には何が起こったかわからなかった。逃げて。今度こそミラはくぐもった声ではっきりと言った。どういうことだ。僕は思わず大声を叫んだ。考える後にして僕はミラを突き飛ばして逃げた。これはちょっと嫌だな。せっかく助けてくれるのにね。考える後にして僕はミラを突き飛ばして逃げただよ。ミラが喋ってね。どうしよう、ためらう。どういうことだ。でも知りたい謎が。どうして、そういうことだ。俺も頭いっぱいだったら多分体当たりするだろうけどな。でもな、せっかく逃げてって言ってんだからこっちにしよう。どういうことだ。僕は大声で叫んだ。私を信じてとにかく逃げて。ナオミのミラはもう一度言った。何、怪魚がこちらへ迫ってくる。バラバラだった鎧が元通りになって立ち上がろうとしてる。分かった、逃げる。僕は短くナオミのミラに礼を言って食堂を飛び出した。そう、これが良かった。するとナオミの声が聞こえた。ラック、僕はぎくりと足を止めた。ラック、返事して、どこ。なぜか僕は答える気になれない。目の前のドアが一人でに開いた。屋敷は僕に入れと言ってるような感じた。僕はその部屋に入った。ドアが優しく閉じた。不思議と閉じ込められた感じはしない。母に守られている安心感がある。ラック、ナミの泣きそうな声が近づいてくる。僕は息を潜めた。ラック、ナミの気配がドアの外を通る。僕は急に後ろめたさを感じた。ナミがあんなに探しているのに、ナミは僕を求めているのに、僕は一体何をしている。ナミここだ、大声で叫ぶ。みたいの僕はこらえた。僕は大声でそう叫んだ。なんかね、そうだよね、ナミといると危険な気がする。ナミすごく怪しい。ここは母を受け入れるか、受け入れよう。ちょっと俺はなんかすごくナミが怪しい気がする。ラークってなりそう。だから俺はもうこらえよう。大声で叫びたいのを僕はこらえた。波の足音が去った。
しかしこれでよかったんだろうか。よかったのよ。何かが語りかけてくる。誰だ。僕は辺りを見渡した。突然ドラが勝手に誰かに開けられた。やだラック、こんなところにいたの。波だった。どうして返事してくれなかったの。なぜだか素直に答える気になれない。それよりどうしてここにいるとわかった。あら。波は笑った。バカね、私にはわかるのよ。何これ。波には以前から、ね、霊能力めいた力があった。僕はそのことをぼんやりと思い出していた。何してんのラック、さあ行きましょう。ナミは僕の手を取った。おっと、行くなというように屋敷が揺れた。あ、ナミしばらくここにいよう。ダミオン出ましょう。ナミは強引に僕の手を引いた。なんだ。出ようとする僕らの目の前へ車椅子のミラが現れた。屋敷とミラは僕がナミと出ていくことを必死で止めているようだった。いや、お母さんもお姉さんもどうして邪魔するの。ナミが叫んだ途端、ショーの壁が発火した。あ、キャー、ちょっと待って、これほんとわかんねえぞ。どっちがどっちかわかんない。あたりは炎に包まれた。そして、ナミのミラは、車椅子のままふわふわと天井まで上がった。僕らの横で戸棚のガラスが次々と割れた。お姉さん、お願い、もうやめて。ナミは泣きながら全身で叫んだ。屋敷の鏡に波が映っていた。それを見た僕は危うく声を上げそうになった。鏡の波中の波は凄まじい、形状の、あと鬼女しか読めない。やっぱり波怪しい。そうだよね、なんか違うのか。やめて姉さん、やめて。本人の波は少しも気づいてないよ。鏡の中の鬼女の目が、まあ、赤く光った。すると宙に浮いていた車椅子が床に落ちた。ミラのナオミは放り出された。鬼女の目がまた光った。鬼女しか読めない。ナオミのミラは黒い煙を吹き出し、みるみる白骨となって燃え上がった。うわっ。僕は炎に包まれたその部屋を飛び出した。僕は母の部屋へ逃げ込んだ。うん、ここ母の部屋ね。ミラの間が母の部屋になった。最初にミラがいた部屋、母の日記が灰になった部屋だ。僕が入るとドアは一人でに閉じた。僕は母の思念を感じた。お母さん、いるのですね。はい。屋敷の思念が僕の意識へ答えた。すごいな、やっと返事するな。シャドウの主は波だったのですね。はいはい。母の思念は答えた。私もずっとあれをやっているのはナオミだと思ってました。でもナオミがミイラにされて初めてではない、初めてそうではないことが分かりました。全てはナミの心がやっていたことだったのです。母の思念は悲しい鬼殺を語った。7つでこの部屋、屋敷を出され、大好きだったナオミは私とは離れ離れにされていた。ナミの心はそれほどに寂しかったのでしょう。ナミはその寂しさの底から私たちを恨み始めました。恨みがシャドウを生み出したのです。僕は今何も知らないナミが哀れだった。ナミはこれからどうなるのですか。母の思念は悲しげに答えた。シャドウは本人の知らない間に大きくなります。そしてやがては本人を支配してしまうのです。ナミがシャドウに支配されてしまうのですか。僕の体は震えた。あのナミが。僕はナミと過ごしたこれまでの数限りない楽しい思い出を思い浮かべた。お母さん、それをどうすれば防ぐことができるのですか。はい、本人が死ぬことです。母の思念はきっぱりと言った。シャドウに乗っ取られないうちに本人が死ぬこと、さもなければ誰かが本人を殺すことです。僕は気を失いそうになった。そのどちらもできないとしたら、肉体は生き続けます。しかしナミの精神はシャドウに食われて死滅します。それがどちらにせよナミは死ぬということではないか。あまりにも恐ろしい事実だった。どうしたらいいんだ。あの波が
あの波が突然母の思念が怯えたように消えた。ドアが揺れた。波が立っていた。波は青ざめた顔をしていた。僕は事実を告げるべきだろうか。辛い話だが波のために僕は思い切って話そうと決めた。恐ろしい話だが波のために僕は黙ってやろう。黙るか話すか。話してどうなるかな。ちょっと黙ってて波の話を聞いてみたいな。それか、黙ってて波の話を聞くか。話してもそんなの嘘よって言われて終わりだと思うな。だとしたらなんか殺されそうだな。 A は殺されそうだから黙っておこう。黙っておこう。恐ろしい話だが波のために僕は黙っていてやろうと思った。ナミ、ここを出よう。僕は再びそう言った。とにかく二人でこの屋敷を出ようと思った。シャドウだろうが、なんだろうが、なるがいい。俺は死ぬまで愛してやる。僕はそう思っていた。いや、俺はそう思ってない。ラック、その前に来て。あ、こっちが殺されるフラグだったか。ナミは固い表情で言った。ナミは二階の一室で僕を案内した。ここは死んだお父さんの部屋。波は後ろ向きになって何かゴソゴソやっている。ああ、いつも通りの後ろ姿だと僕は思う。いきなりくるっと、振り返ってバーなんて笑い出しそうな涙。僕の涙は止まらなかった。波が振り返った。うおー、やっぱりね。その手には剣が握られていた。波。その剣で僕を刺す気なら僕はこの場で殺されてやろうと思った。だが違った。波は泣いていた。ラック。これはお父さんの剣。これで私を殺して。ナミ消えてしまったの。ラックとお母さんの心の対話を。よく聞けたな。心の対話を。ナミは、止めどない涙を流した。みんな事情は分かった。私だってシャドウにはなりたくない。人思いに私を刺して。バカ。俺がそんなことすると思うか、バカ。ラック、お願い。私をシャドウにくれてやりたいの。シャドウが私を支配したら今よりもっと強いパワーを持ってるわ、持つわ。他の人たちもあれ何かするのよ。ナミのその思いは言いたいほどにわかる。シャドウは私のこの体を使って人殺しやもっと悪いことをしていくのよ。今なら私と一緒にシャドウを退治できる。早く私を殺して。波は僕の手に剣を握らせた。さあ、バカ。僕は剣を放り上げた。よし、僕は剣を受け取ると思いっきり突き刺した。俺は嫌だな。でもな、どうしようかな。ほんと B は人を思いすぎるな。掘り投げてどうなるかわかんないけど、俺はこっちを見たい。俺はこっちをしたい。バカ。僕は毛を掘り投げた。毛は窓の外の闇に消えた。ああ、波は後ずさった。ラック、気持ち悪らしい。でもダメ、私の体はシャドウに乗っ取られてしまうのよ。突然波の体が硬直した。おほほほほ。そして波の口から不気味な笑い声が漏れた。シャドウだ。波の手が蛇のように動いた。いや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 。次の瞬間、僕の首は波の両腕に締められている。波。あ、波は自分の 両手と戦っている。波、諦めるな。僕がやっと波の両手を僕の首からもぎ取った。いいか波、波が悪いんじゃない。その手だ。あ、この手だ。シャドウがこの手を操っているんだ。ラック、もうダメ。波は僕を振り切った。ああ、波。波はバルコニーから身を踊らせた。波。僕はバルコニーの奥へ走り出した。うわ。僕の体は突風に巻き上げられた。放り出された地上にはすぐ近くに波が倒れている。
死んではいない。今の僕のように、何着地したのだ。きっと屋敷にされた母の石だ。いや、母の愛だ。ここまで来ても、母は波を死なせるには忍びなかったに違いない。よくわかる。波の母がそうなら僕ももっと波を死なせたくない。波はぼんやりと目を開けた。波、ラック、生きてるよ、波。あ、生きてるよ、波。お母さんが波を助けてくれたんだよ。ラック、一緒に屋敷を出よう、波。どうしたらいいか、まだ俺にはわかんないけど、二人で考えれば何か方法は見つかるはずだ。ありがとう、ラック。でももうダメ。自分でわかるの。私はもうほとんどシャドウだ。そう言ってる波の顔がだんだん鬼女に変じていく。変わっていく。ラック。で、じゃあ苦しげにその表情に汗が浮いた。ラック。歯を食いしばり、両手の拳を握りしめている。波はうちのシャドウと戦って、その激痛に耐えているのだ。私を殺せないのなら逃げて。私もうダメだから。ラックは私を置いて逃げて。ナミ、バカなことを言うんじゃない。お願いだからラック。ナミの目から一筋の涙が流れた。私シャドウになったらここに留まるようにするから。なんとかこの家に留まって、よその人には迷惑かけないように頑張るから。だからラックだけでも逃げて。ナミ。ナミの顔はだんだんに引きつって、般若のように変わっていく。もう時間がないのラック、逃げて。ゴビアもの太い鬼女の子になって吠えた。分かった、そうする。僕は波を安心させるために言った。バカ、俺は離れない。僕は怒鳴った。これ運命の選択だよな。どうしようかな。なんでさ、ホラーゲーム買ったのにこんな悲しい感じになんなきゃなんないわけだよ。俺は離れたくねえな。嫌だな。俺はこっちを見たい。バカ、俺は離れない。死ぬまでお前と一緒みたいな。死んでもお前と一緒みたいな。俺だって死ぬんとなってお前の近くにいるみたいな。そんな感じ。バカ、俺は離れたくない。僕はとなった。すると波の全身が火を吹いた。波、僕の絶叫が火に飲まれた。ラック逃げて。ナミは最後の叫びを上げて倍の炎になった。炎の中から悪い声が起こった。ナミ、ナミしか言ってない。炎と悪い声は吸い込まれるように屋敷の中へ消えた。炎となったシャドウを飲み込んだまま屋敷は沈黙した。僕は少しずつ忍び寄った。屋敷の窓が赤々と石石と赤々と明るい。僕はその窓に近づいて中を覗いた。火の海だった。ホールいっぱいが炎に満たされていた。波がいた。波の体は炎に満たされたホール中央の空中に浮いている。本人の意志は失われているらしく、首を垂れ目も閉じている。こう両手を左右に伸ばしたまま、まさに十字架にかけられたキリストの形だ。なるほど。よく見るとホールに満たされたはずの満たされた全ての炎は波の体から発せられていた。だがどこも燃え出してはいない。これは本当の炎ではないのだ。きっとシャノの息吹のような氷のように冷たい炎なのだろう。待ってる波、今助けるからな。だが僕には何の勝算もない。急に音もなく目の前の窓が開いた。屋敷の母が開けてくれたのだ。白く光るものが僕の足元へ来た。キラキラと清らかな光を放つ白くて美しい発光体だった。ナオミの霊、僕は直感した。屋敷の母とナオミの霊がナミを助け出すために僕に味方してくれている。僕の心に勇気が湧いた。僕は窓から忍び込んだ。冷たい炎が僕を包んだ。ナミ、助けに来たぞナミ。僕は大声で怒鳴った。空中のナミは目を開けなかった。代わりに周囲の炎が熱くなった。バカめ。今日女発狂女。シャドウの思念が僕に語りかけた。
わたつの炎で焼け死ぬがいい。やってみろ。俺は波を取り戻すためでは死なない。だが地図のところ僕には何の罪もない。確かに屋敷が防寒を僕に加勢するようになれば炎は倍化して屋敷を攻める。屋敷に火が移った。屋敷は最大の揺れを見せて風を起こした。火と屋敷の交互戦だ。四方からの風に煽られて炎火炎は一塊となった。その時そのチャンスを待っていたように僕の足元にいた波の発光体が火炎の中心へ舞い一文字に飛んだ。火炎は白く激しく弾け、無数の火の玉となって波の体から四方へ飛び散った。シャドウが波の肉体を離れた瞬間だった。波の体が僕の腕の中へ落ちた。今よ、さあ逃げるのよ。母と波の思念が同時に言った。私たちがシャドウと差し違える間に早く。飛び散った火の玉は天空で一つの赤黒い火柱となった。僕らの頭上で赤黒く燃え上がるシャドウの火柱とキラキラキラめく波の白い発光体、それに屋敷から抜け出した母の美しい紫色の光雲とが凄まじい、何だこれ、もう分かんない、このトみたいなのこの漢字が最後まで読めないの。足の下からはボイラー爆発の前触れの振動も伝わった。もう考えているゆとりはなかった。僕は波を抱えて走り出した。すっごいね、これこの炎が人の思念で出た炎ですよ。おー、とうとう屋敷お母さんが思ったように振り返ると、洋館の上空で赤黒い、火炎と白い発光体と紫色の幸運とのとい辻また続いている。ほんとこれ読めないのつらいな。それはめくるめく幾千幾万の火花のカオスだ。それへボイラーの爆発が加わってビッグバンが起こった。バーン。重低音の響きと衝撃波が僕らを襲った。ラック。波がぼんやりと目を開けた。ラック、私なの？私は本当に私なの？波、見ろよ。お母さんとナオミが君のシャドウをやっつけてくれたんだ。波は身を起こし飛び散る火花を眺めた。綺麗。死産した火花が空中から僕の周りへ降り注ぐと、辺り一面のオトギソウは美しい野原に変わった。野花に変わった。もう終わりかこれ。終わっちゃった。はい、ということでオトギリソウ蘇生編これにて終わりとなります。はい、いやー怖いとか思ったんですけど、最初の方だけでしたね。すごく怖かったのはナオミのミイラが一番怖かったですけど、すごく悲しい物語でしたねこれは。なんとナミがこの家の住人であり、そしてこの屋敷が母であり、そしてミイラがナオミ、なんと家族3人で脅かしてきたようなもんだな。しかし、なんて言うんだろう、ナミとナオミのその怨念がここで重なり合ってしまったのかな。それでナミのもうその
怨念が。何これ、こんなの見てないんですけど。まあそのことは いや一回しかやらないので、これをもう音切りそうはこれで終わりにしたいと思います。はい、いやー双子だったか。そっか、双子の物語って結構悲しいねこれ。いやなんか奥深そうだなこれ。いっぱいやりたいところですけど、本当にこれはやり、なんだろう、いろんなパターンをやっちゃうと本当になんだろう、音切りそう発売する意味が本当になくなっちゃうので、これで終わりになります。はい、なんかちょっとまあ最初は受け狙いでやってたつもりなんですけど、本当後々からもうなんていうんだろう、もう悲しい物語になるんでね、なんかもう、はい、そういう感じでしたなんかもう話通りに進んじゃおうみたいな、そういう感じでした。はい、では、はい、音切り荘ではゲーム終了後に新たな物語を体験するマルチシナリオシステムを採用しています。新たな物語を楽しむためにゲームデータをセーブしてください。多分俺もうこれやんないからやんないと思うけど、まあでも、もうパート5で終わっちゃったか。一回終わったな。引き続き次々と変化する音切り荘の世界をお楽しみください。さあ次はどのような結末があなたを迎えるのでしょうか。ということでですね、この続きは皆さん頑張ってやってくださいね。これちょっとこうやってるとデモがなるんで説明欄を開けておきます。はい、音切り荘終了ですが、なんとまあ悲しかった。まあ最後はもう母の愛と お姉さんの愛を感じた最後でしたね、ラスト。いやまさかね、もう本当に多分普通に生きてた中でも怨念はあったんでしょうけど、ここでそのナオミとの怨念が重なり合ってしまったんでしょうね。それでまあナミが取り憑かれてしまったという感じなのかな。まあそのナオミの気持ちが分かってその怨念が膨れ上がったのかもしれないですしね。はい、ということで音切り荘これで終わりにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。次回はどうしようかな。なんか一応ホラーゲームやろうと思っているのはクロックタワー1でございます。はい、クロックタワーはまあやったことはないんですけど、実況ではちらっと本当に中学校の頃、実況を知り始めた頃に見たって言っても最後までは見てないですね。本当にホラーゲーム見始めた頃なんで、あ、これちょっと無理って言って見なかったような気がするんだけど、本当にちらっとですけど、でもだからもう今回はね、自分が実況者となったのでやってみたいなと、クロックタワーをやってみたいなと思うので、次回から多分クロックタワーをやるかもしれません。今メタルギアの実況もしてるんですけど、そちらもね、そちらはちょっとゆっくりやっていこうかなって思います。なんかなんて言うんだろうちょっとなんだろうね、ちょっと分かってるのでストーリーが、メタルギアはゆっくりやってもいいかなって思う感じのゲームですので、そちらメタルギアはねゆっくりやっていきたいと思いますので、主流はホラーゲームをやっていきたいと思いますので、次回のクロックタワーをぜひお楽しみにしていてください。ということで音切り荘これで最終回となります。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。